この間頼まれてある市町村の町歌を作る、はい、町の歌を作ったの、はい、お祭りを見てる、うん、あなたの父も兄もいるよってこういう一芸やったら女が出てこないともう女性蔑視だって団体から叩かれたの、うん、林さんが書いてあるんで書いたのそれで団体って言ったって4人ぐらいしかいないんですよ、はい、よくある市民団体、はい、だけどそのお祭りは男性しか引かないんですよ、うん、引き車は、はいはい、じゃあしょうがないじゃん お父さんとお兄さんがいたって、はい、お姉さんいないですもんねお姉さんいないですでもここまで言われたら私本当ちょっと笑っちゃったんですけど、はい、そう言うとまた炎上するね、はいうん、まあそうですねそれ理解できないんでしょうねその人たちはねやっぱだから文章読めてないんですよ多分、うん、いや文章、まあ、それは文脈が読めてないですね、うん、文脈とか背景とか、うんうんあるじゃないですか、はい、だから文章の読解能力っていうのもやっぱグラデーションで文字が読めますなんかセンテンスは読めます文章全体が読めますそして行間とか背景まで理解できますみたいなで行間背景を理解するためには教養知識と教養がないとできないわけですよだけど知識と教養なんかないじゃないですかそういう人たちって要はお祭りってここの地域のお祭りはこの引き車は男性しか引かないものなんだと、うん、だからこそそれはねお祭りを見てたら父とか兄しかいないよね、うん、それはありえないよね、うん、姉いないよね母いないよねって当たり前じゃんって思えれば、うん、それがお門違いの批判であるっていうことを多分理解できるんですけど多分それは文脈読めない族ですね、うん、文脈行間が読めない族ですね、うん、でもいっぱいいますよそんなやつらそうなのいや私もちょっとそれびっくりして、はい、しかも朝日新聞に売り込んだけど私が無視したら、はあ、朝日新聞に売って朝日新聞そういうの好きだから、はい、こんな大きい記事になっちゃって私もびっくりしちゃってついにだから朝日新聞の記者の中にも行間が読めねえやつらがいっぱいいるってことですよだそういう話好きなんですよねおまけにねそうおまけに好きだし、ね、よくミスるじゃないですか、そういうミスをよくしますよね朝日新聞特に最近はそれはやっぱりね記者の質が落ちてきてるんですよだって今ね俺大卒で朝日新聞なんか入んないですよだって未来ないじゃないですかあれ私そこまで言えませんよ週刊誌にお世話になったらそこまでは言えませんそこまでいやいやだからまだね逆にその週刊誌とかの方が楽なんですよ、うん、出版社って輪転機持ってないじゃないですか、うん、あれってめちゃくちゃ重いんですよねやっぱり設備産業なんですよね新聞社ってなるほど、ね、だからファブレスなんですよ出版社は、はい、要は編集者一人いりゃ、うん、要は本って出せたわけですよ、うんだから出版社って上場してない会社ばっかじゃないですか、うんね、大手3社、うんね、講談社小学館集英社みんな上場し非上場だし、はい、ほとんどだから上場してる会社って角川ぐらいじゃないですか、はいうん、だからいらないんですよ資本が自分は朝日蹴って どこ行きますかお自分 の堀江さんだったらどこ行く、まあ、僕は企業しますよ今行けてるやつはみんな企業ですやってます企業してますよ彼女在学中ですけど大学院にすごいね、まあ、でも本当数年前に朝日新聞東大が新卒一人も入らなかった有識事態だみたいなことはおっしゃって、うん、なんか問題になってましたねさすがの東大生 も,、うん、もう朝日はやばいって思いますよこれから切り売りですよ資産の、うん、日本の中枢にいたと思った官僚もね、はい、官僚も朝日新聞もみんな東大生に、ね、嫌われていくとなると、まあ、だから有意識自体なんですよとはいえ新聞社ってまだその高齢者には支持されてるわけですよ、はい、まあじゃあその後期高齢者になった段階の世代がねそんなすぐに死ぬかっていうと死なないわけですよ結構長生きすると思うんですよ僕はそうすると消費者である彼らはより偏狂になっていき、はい要は考え方どん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 縮こまっていくわけですよ、うん、だってで周りがどんどん死んでいくでしょ、うん、そうするとよりこうなっちゃうんですよ、うん、そういう人たちが新聞の読者なんですよ、うん、だより先鋭化していくはずなんですよなるほどで考え方どんどん凝り固まった危ない集団ですよその朝日新聞と朝日新聞の読者、うん、で朝日新聞って左翼のメディアじゃないですか、はい、で左の人たちってやっぱお金使わないし、うん、右ってめっちゃ使いません右寄りの人って百田直樹さんの本とかも
ちゃんと買うじゃないですか。買うでしょ。買う。百田さんって強いんですよ。だから強い、うん、百田さんは、うん、だから右寄りの読者を持ってる方が強いんですよ、うん、そうか。桜井よし子さんの本も買うしな、みんな。そうなんですよ、うん、熱烈にオンラインサロンとかやってもすげえちゃんと来るんですよ。そうか。でも左の人ってなかなか金払わないですよ。左の人って誰がいる？あの例えば山本太郎さんとかですよ。山本太郎さん、うん、はい、今でも政治に行かれたんでね。そうです。令和新選組の山本さんですよ。フェミニズム例えば上野千鶴子先生は、はい、私は左だと思うけど上野先生の方がみんな買うじゃないですか。いやでもそんなやっぱ売れ行きは百田さんに比べたらもう全然もうビタルもんだと思います。そうかやっぱり右に行くべきなんだね、うん、いやそれ純粋に商売考えると右ですよ。だからこれなんで僕この話を してるかっていうと、はい、この間 NHK 党のね、立花さんって党首と話をしたら、はい、立花さんって結構戦略家なんですよ、はい、あの人だって高卒で NHK 入って、であの海老沢さんのね、土側近をやってたわけですよ、はい、海老沢さんの裏金の管理とかやってたわけですよ。だから何でも知ってるわけですよ。で彼それを退職して船橋市の市議会議員からキャリアを積んで参議院議員までなるんですよ。でいや今 NHK 党はちょっと右に行ってますと。なぜなら右に行った方がお金が集まるからです。おあそういうことがあるんだね。だからもうなんか断固尖閣は守るとか中国に対しては断固としてみたいなこと言ってるんですけど、私はねあんまり右のつもりもないし左のつもりもないんだけど、なんかやや右だと思われてるなと。あの確かにあの政府系 あのお仕事されたりとかするときにそういうふうに、だからもうちょい右にシフトした方が売れると思う、うん、あそうか、いいこと聞いたな。もうちょっと右ね。じゃあ花田とかあのウィルに連載持って、はい、うん、あのなんか、はい、そうそれで自分のなんかポリシーを曲げない範囲で右寄りの発言をする。あなるほど、今日やっぱり堀江さんいいことおっしゃいますね。いや私あそこまでは行くつもりはないけど、うん、私はあんまりね、はい、あのなんていうのかな、あの総理大臣を呼び捨てにしたりするのって好きじゃないんですよ、うん、そういうこと言ってこうあのこう自分がちょっと上に立とうとしてる人たちって好きじゃない、はい、僕ねあれなんか経済とか、はい、そっち周りの歴史小説書いてほしいです。経済のね、はい、また私がねそういうの疎くて、うん、本当に困っちゃうね。渋沢栄一じゃなくてもっとなんかもう例えば幕末とか結構実は経済史めちゃくちゃ面白いんですよ。例えば、うん、その薩摩藩って、はい、薩摩藩と長州藩が倒幕をしたわけじゃないですか、はい、でも彼らやっぱりそれを倒幕するための資金が必要だったわけですよ、はい、で彼らは他の藩が持ってない重要な資金源を持ってたわけですよ、はい、例えば長州藩だったら関門海峡の通行税ですね、はいはいはい、で薩摩藩だったらあれですよ、あの焼酎ですよ、はい、要は琉球を独占してたんでね、はい、であれの技術を門外不出してそれで儲けて、だからそれで明治政府を作ったんで、だからそのお金ってすごく倒幕に関してその坂本龍馬とか出てくるけど、うん、資金調達の話とか出てこないじゃないですか、うん、そこが結構面白いんですよ多分そこ。いや、そうですね、林さん、まあ、セゴドンのね原作を書いてらっしゃる。スポンサーはいましたよね、うん、有名なあの、うんね、だからね、あと下関の方にあの有名な皆さんのパトロンやってる人もいましたし、うん、まあ密輸入も結構やってましたから、うん、密貿易もやってたんで、薩摩はね密貿易すごかったですかね、やってたんで結構お金、やっぱりお金がね、はい、権力を動かしたわけです、はい、うん、あいいですね、その歴史経済小説をぜひ読みたいと、読みたいお話でしたね。今度あの堀江さん、ぜひあの今度のエンジンは磯田先生とそういうあの幕末のそういうあの経済問題についてお話ししてください。わかりました。いいですね。じゃあそれを元ネタにして紹介します、はい、ですね、磯田さんと、いいですね、はい、じゃあ林さんの今お考えになってこう、まあ、最後にお聞きしたいというあれなんですけれども、はいはい、この売れる文章とは何かという、うん、それはやっぱり人の心をつかむことだと思うんですけど、はい、まあ、堀江さんがね本を売れてらっしゃるのもやっぱりすごいあのキャッチャーの言葉を使ってこう人の心にグーグーって、あのやっぱりね私ももうこの長くやってきたのでその時代の長寿っていう人たち見てきて、やっぱりあのそういう人たちあの本売れるんですよ、その時すごく。だけどはっきり言って30年40年売れていくっていうのは至難の業だと私は思うんです。だから時代の長寿の時にあのどういうふうに、まあ、ご自分を確立して文章も確立して固定不安を掴んでいくかってすごく大切なことだと思いますよね、うん、やっぱり若いうちは尖ってるし、うん、怖いものなしだし何でも書けるんだけども、やっぱり年取って
ある程度の地位築いてくるとやっぱり文章も丸くなるけども、うん、それでもなおかつ人の心を引きつけることをやるっていうのは結構至難の業じゃないかなというふうに私は思いますけども、うん、もう本当でもそのライトエッセイからもう本当歴史小説までですもんね。そうなんですよ。どんどんその作品の幅が広がってるっていうのがよく言われるのは、林真理子はまさかこんなになるとは誰も思わなかったっ、うん、私も堀江さんみたいにすごくこうマスコミにバーッと出てきてさ、うん、すごかったですね。すごかった時もあったんです、うん、テレビもいつも出てましたね。出てて、はい、CM なんかもいっぱいあったんですが、うん、確かにそうですよね。そうで、あの時はもうチャラいね、すぐ消えてく、もう際物のお姉ちゃんと思われてたんですけども、はい、まあこんなに長くやれるとは思わなかったっ、ね、そして確かにそれはね、でも実力のなせる技ですよね、はい、本当。はい、それでは本日もありがとうございました。どうもありがとうございました。楽しかったです。